どうも、ダ性ブランコ浦井です。本日ご紹介するのはこちら。はい。HG ガンダム w o ダイバーでございます。ね。えー、この4月から、えー、アニメが開始しましたガンダムビルドダイバーズの、えー、主人公が使う、えー、ガンプラの機体でございます。早速中身をご紹介していきまーす。こちら、w、え、o、ー、ダイバーの中身を開けてみたところでございます。えー、これがね。 これだけパーツ入ってて一箱1000円ですからね非常にお得なキットだと思います、えー、元がですね HG の0 0ーガンダムのパーツを使っていましてこちらがですね0 0ーガンダムの元のキットパーツがこちらとこちらにありますね、はい、で0 0ーガンダムの時は無色だったクリアパーツがグリーンの 色がついてますね。これは、ね、塗らなきゃいけなかったんですけどもう色がついてるのはありがたいですね。でポリキャップがあってでこちら側が WO、えー、ダイバーの新規パーツになってますね。はい、結構新規パーツ多いですね。で、えー、すごくたくさんの手首パーツがついてます。これは、 いろんなガンダムの銃を持てるようになっているみたいですはいそしてシールが付属してますそれとあと組み立て説明書ですねはいりくんが作ったガンプラということになってますけれどもすごいですよね一晩でアニメだと 改造完了してましたからね。とまあ、今だけかもしれないですけど、これがね、GBWC2018 のチラシと、はいえー、バンダイプラモデル2018春カタログになってます。こマスターグレードのね、F912.0 とか、えー、SD ガンダムのクロスシルエットとかがね、たくさん載っています。 ではこれから組み立てていきたいと思いますはいということで完成しました HG のガンダム0 0ダイバーですね,ね全身がほぼいろんなパーツがですね00から変わってて、ね、非常にかっこいい形になってますね この頭のですねおでこのクリアパーツはグリーンなんですけど裏からレッドを塗って色を変えてますちょっと全身をね、えー、エナメルのニュートラルグレーで墨入れしておりますでグレーのちょっとだけ足りない部分もそちらグレーの方で塗っております はい、えー、こちらがですね付属品一覧ですね、えー、まずこちらが、えー、G.A. のソード2になってますこれは、えー、元のダブルオーガンダムと、えー、同じ形状になってますで、えー、この大量の手首パーツがオプションで付いてます元のダブルオーガンダムにはですねこの左の平手はもともと付いてたんですけど今回新たに、えー、右の平手と えー、こちら2種類ずつ新しくね、えー、手首が追加されてますでこの手首なんですけど、えー、他のですね HG シリーズの、えー、ライフル等を、えー、持てるようになっていますねやっぱこの WO ダイバーは、えー、元がねあの非常によく動く WO ガンダムを元にしてるので 全身がとてもよく動きます、ね、これでね、えー、初回だけとはいえ1000円というのはとてもお買い得なんじゃないでしょうか、えー、クリアパーツもたくさんついててねでこれでで武器の、えー、GN ソード2はですね、えー、元のダブルと同じように腰につけることができます、はい、で、えー、オプションでついてたですね この手首パーツを使うとですねいろんなガンダムの他のねシリーズの例えばこのユニコーンのビー,ビームマグナムだったりとかが、ね、取り付けられるのでを持たせることができるとこれでカスタムの幅が広がるんじゃないでしょうか背中の形がねちょっと変わってるので オーライザーはちょっと無改造では取り付けできなくなってますそしてですね、えー、股間のところにパーツが、えー、外れて中に穴がありますのでいつものようにこのアクションベース各種取り付けてディスプレイすることができますあかっこいいですねやっぱり1000円とは思えないとてもよくできております えこちら新シリーズのね、えー、主役費となってます。えー、最初の期待には持ってこいじゃないでしょうか。皆様ぜひこちら、えー、作ってみてください。